ジュネサルダムスウィークエンド今週も人類滅亡<ー>はいということで、はい、いや、皆さん、雨気をつけてください。本当に危ないですよね。すーげえ降ってます。はい、やばいです。特にあの西日本の方ね。はい、広島。はい そして九州ね、シャレなんだよぐらい降ってますので、で、なんか関東もこの後降るんでしょそうみたいですね。結構降るらしいので、不要不急の外出はね、控えていただければと。そうですね。で、ガースーも、オミさんも言ってましたみいな違う意味ですけどね。言ってたんですけどね。いや、今日ね、ちょっと何度もか気づいたと思うんですけど、あのシステム変わりまして、マイクがこんなに成長しました。はい。大きくなりましたね。マイクが巨大に成長しまして、カメラも変わったんで、そうなんです。はい。ちょっといい感じになりましたけれども、今日ね、いろいろちょっと喋りたいことあるんですが、 ピロンでこうピロンです <laughs> まあいいや <laughs> はい。 これはちょっと、あの、今、収めちょっとしまって。はい、ちょっとしますね。まずね、今日ね、ちょっとね、あの、いろいろ言いたいことあるんですけど、はい。一つ目はね、まずアメリカ。アメリカですか。アメリカがね、もう大変ですよ。はい。どうぞ。ドーンということで、なんとインフラ投資110兆円。すごい上院通貨やりました。110兆円ですかはい。これちょっとね、NHK のニュースにあるんですけどね、えバイデン大統領肝入りの、え1100兆円規模のインフラ投資法案について、野党共和党の一部も支持し、賛成多数で可決ということで、8月11日ですね。はい。はい。可決しまして、 でこれねなんとですね財源はですね、はいえー、国債と、はい、あとあのー、未償化の予算を振り返るという形で<ー>増税なしで成し遂げてしまったんですすごいです素晴らしいですね素晴らしいですねまあ日本の補正予算もね増税なしでやってるんですけれども、はい、まあでもね あの、増税しようかって声がもう聞こえてますそうなんですよ。<laughs> 日本はこういうことをすると増税す。すぐ増税って言うでしょ、はい、で、これはね、あの、増税なしでということで、はい、え、やってます。でね、えっ、ー、と、一応この NHK のニュースにもですね、共和党員が19名賛成。<ー>で、超党派でも一応、まあ、決まりましたと。はいはい、ただ、まあ、会員でですね、まあ、おそらく、あの、民主党の左派などからですね、あの、与党ですけどね、はい、あの、共和党に配慮した今回の計画だけでは、再建が不十分だという声が上がるのではないかと。 いうふうには言われているんですけれども、まあなんか相変わらずね、あのケントさんに言わせたらなんかちょっといろいろ突っ込まれそうな、あのグリーン関係のネタとかもいろいろ入ってるんでしょ。ありそうですね。はい、そんなやってるんですけど、でもまあやらないよりはね、あのやった方が圧倒的にいいですから。そうですよね。アメリカのもう高速道路とかもボロボロでね、うんあのインフラあの大変なことになっているので、まあこれはやるに越したことないですよね。あとあのインフラ投資をやることによって雇用生まれますのでね、アメリカはだいたいこのまあコロナショックで800万人ぐらいの方が職 失ったと言われているのでこれを月に最低50万人ずつぐらいは元に戻して1年半ぐらいでなんとかすると現状、この間の雇用統計、雇用統計祭り出ましたけれども結構90万人近くですよね、83万人だっけ、結構な人数でしたよね、言ってたんで今のところ順調に FRB の読みどおり言ってるということはこれひょっとしてあれが近いんじゃないあれですか。あれが来るかも おそあれは何かというのはこの番組の後半で <laughs> 後半でもないですけど日本でもねこのインフラ投資みたいなことやったらいいんですよ、はいうん、で財源も別に国債でいいしでその国債もあの今の、ね、補正予算なんてあれですよ短期国債でやってるんですよ1年後に返さなきゃいけない、はい。で,なんで1年後に返さなきゃいけないのって言ったらそれは短期国債でやるからだよ <laughs> 1>, <laughs> 1年後に返さなくていい資金でやればいいじゃんって。そうですよ できると思いますよ10年国債とか余裕でしょこれ建設国債とかだってもっと長いんですよね30年とか結構長いやつあるんですけど何年以内に返さなきゃいけないみたいなルールがあるんですよねそれもだからもう古いんですよ金本位制時代のルールみたいなこと言ってるんでやめたらいいと思うんですよねそんなもね実際に今お金をすりすぎることの最大のペナルティであるインフレが大したことないわけですよ日本はね消費者物価指数で見ればねこのあとインフレの話する で一応、消費者物価指数ではと、一応、ちょっと、あの、くさびを打っておきますけれども、まあ、そんな状況ですので、まあ、これね、ちょっとね、せっかくアメリカでこのインフラ投資盛り上がってるんだったら、日本でもね、あの、やったらいいのかなと思うんですけどね。ちなみにね、バイデン大統領はですね、え、われわれはアメリカ国民にとって重要で大きなことを成し遂げるために、共にえ取り組むことができるよえ、できるということを証明したということで、超党派で決まったことはよかったね、というふうに言ってます。え、さらにね、下院でも速やかに可決するように呼びかけるとと,ともに、民主党の執行部が インフラ投資計画とは別に成立を目指す育児や教育の支援を含めた大規模な予算法案について楽観視しているというふうに述べたそうです、アメリカ、すごいね、財政拡張祭りということで、しかも決まるのが早いです早いんですよ、日本は何やってるのかとね、金融政策ね一生懸命やってるんですけどね、財政がちょっとね、いまいちね、何がだめって30兆円使ってないとかね、うーん、勘弁してよ、使ってよ。 せっかく決めたんだから使ってよって感じですけど、はい、なんで使わないでしょうね。使ってほしいですけどね,ね。で、使わないことによってさ、まあ、えらい迷惑なんですよ。例えば、その、休業保証のお金とかも出ないわけでしょ、はいね、そうです。これね、なんででも休業保証のお金が出ないかっていうとね、はい、これ実はちょっとね、理由があったんですよ。あったんですか 理由があったんですけど、ちょっとこれ今ね、YouTube で言うとね、大変なことになるかもしれないんで。なるほど。はい。これね、この間、ヤイスイブニングラボにね、高橋雄一先生来てくれてね、そこで、すべてを喋ってくれました。はい。いわゆるポリコレ、なし。そうですね。ポリコレ一切なしで、流行り病関連、もう完全に、あの、もう言ったらちょっと、あの、ここだとまずい話はい話、全部やってくれたんで、ご関心ある方はですね、ちょっとすいません、ヤイスイブニングラボに。あ、ぜひぜひ。はい。プレミアム会員で入っていただけると。すごい勉強になりますそうですね。あ、そっか。吉田さんもね、その場合にね、いらっしゃいましたからね。 その仕掛をやってくれているというねことですので、はいぜひ皆さんちょっとお越しいただければと思います。はい。じゃあこれに関連してですね、唯一のペナルティインフレについてちょっとねお勉強していこうと思うんですけど、はい。インフレじゃんということでアメリカの消費者物価指数ね、CPI がですね、なんと二ヶ月連続プラス5.4%ということインフレターゲット大幅に上回る状態にありますが、FRB はまだですね引き締めをする素振りは見せていない。いないというか見せています。います。一応あのテーパリングについて。 議論はしますということで議論してるんで年内にやるのがいいのかな年明けがいいのかな失業率何パーセント以下がいいのかなみたいなことは素振りは見せてはいるんですけれどもまだ利上げが決まったわけではないんです利上げはもっと先ですよね利上げは2023年と言われているので年後ですね当初だから利上げは2023年後半と言われたんですけど最近は2023年前半になるんじゃないかとテーパリングも来年からって言われてたんですけど年内いくんじゃないかと。 四九ね、第4四半期行くんじゃないかというのが、まあ出てますね。はい、だからまあ、えぇ、ー、10、11、12のどっかで利上げがあるかもしれないという意見も出てるんですけど、はい、まあでもこれぐらいね、まあちょっとオーバーシュートしても、全然、ね、全然関係ねえということで、はい、まあほとんど掘ってると、いうことです。でね、でねそれ、そう、大事なんですけど、日本はね、消費者物価指数こそ低いんですが、はい、企業物価指数が上がってますっていうことでね、ね早速あの、ワールドビジネスサテライトが話題にしてたわけですよ。はい、あなるほど。<laughs> 上がってますよ出たよ、と。<laughs> はい でね、これね、いいんですよ。企業物価指数が上がったから、いずれ、はいえ、消費者物価指数も上がるでしょうっていうのは、まあ、ことを言うのはいいんですけど、はい、かつてね、企業物価指数は上がれど、はい、消費者物価指数全然上がらずっていう時期が、結構長いこと続いてた。そうだですよ。すかはい、デフレキね、はいで。結局じゃあ何が起こったかというと、企業物価が上がっても、消費者物価上がんない、つまり値上げできない。<ー>ね、そう。そうでしょ そうそう、価格転嫁できないっていうことで、会社の利益がどん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 減ってって、それがなんか失業につながるみたいなね、経費を節減する。お給料も減ってそうそうそう。だから、やっぱここはね、デフレ期待を一気に払拭しておかなければいけないんですね。で、今、日銀の政策は、為替レート見てもらえば分かるり、まり、そんなに問題ないんですよ。だってもし日銀がね、引き締め気味でひどかったら、もうとっくに円高になってるでしょ。まだなってないですよね。まだこの後ちょっとまだ分かんない。 そうなんですか神のお告げがあったんですかおおげげがが神のあったんですよ、沈黙していたあの神がですね出てきちゃったんで、これはね神々の憂鬱のコーナーで、ねまたすいません、八重洲のメルマがね、超詳しく、2日連続でちょっと詳しく書いたんで、その神のメカニズムについて書いておいたんですけど、ちょっとまあ油断はできないんですが、とはいえですよ、とはいえ、全体的なね、 えっと、その、まあ、カワセレートの、あの、レンジを見たときに、はい、あの、デフレ期ってね、どういうレンジになるかというと、これはあの、はい、あれ、それこそ今は、今はなき伝てったらあれですけどね、はい、あの、日銀に行ってしまった、足立誠二さんのチャンネルから出てましたけどね、<ー>足立さんが、あの、昔ね、あの、円の足かせっていう本で書いてて、はい、で、その、購買力平価を、まあ、一つの基準として、はいえ、デフレ的なね、金融政策してるときっていうのは、これを天井にして、この下でレンジが形成されるんですよ。なるほど。はい。 であの、あの、デフレ的なやつをやってない、つまり、まあちょっとインフレ容認みたいな、そういう金融政策の時は、これをそこにして、この上にレンジが形成てるんです違うんですね。そうそうそう。このレンジの中で行ったり来たりするんですよ。はい、はい。なので、このレンジの中で今結構上の方に。 いるので、はい、まあ、この後、レンジの下の方に行くかもしれないよっていう意味での円高はあっても、ここにはさすがに行かないでしょうと。なるほど。こうなのか、こうなのかの違いなんですよ。はい、大事ですね。はい、違いなんです。はい、で、これがまあ、ちょっと詳しくはね、すいません、やりすぎの英語に書いたんで、<laughs> ね、そっちをあの読んでほしいんですけど、はい、まあ、そういう意味で、だ企業物価指数上がってるけど、だから何って話で,で、これは例えば、あの、原材料費が高騰してるとかさ、はい、あの、チャイナのだって、ほら、製造業が今全然儲かんないって、やってるんでしょ、はい あれはだから原材料費が高騰しちゃって、はい、で、あと原油価格も上がって、輸送費も上がってね。はい、で、それでもうあの、いろんなものが値上がりしちゃったんで、もう人件費に、人件費に使用予せ、はい、生かすしかないんだけれども、人件費もなんか高止まりしてるでしょ、はい、チャイナ。そうなんです。なんで、もう作れば作るほど、えー、なんか赤字が広がるみたいな状態でずっと来てたんですよね、チャイナね。で、同じようにこのね、企業物価値上がってるっていうのは、そのチャイナの製造業と同じようなこと、日本でもあるかも。 い,いや、怖いですね、うんで。そうならないためには、いろいろね、やらなきゃいけないことがあるんですけど、はい、まあ、ちゃんとやれるかな。やってほしいですね。うん、まあ、やらなきゃいけないことね、まあ、その中の一つがね、はい、ちょっとこのね、行動制限、はい、いつまで続くのかみたいな。また。 行動制限続く限りり、ね、人々の、ね、欲求って、ね、物に向かっちゃうの、ねはい、で物に向かうと製造業ばっかりということになって今まさにその製造業だけ調子いいみたいな状況でしょ、はい、でもう飲食業とかボロボロじゃないですかこれをだからもうちょっと他のものにもお金使えるようになると、はい、物にばっかり集中するという状況は避けられるので,そう,で、ね、そうするとまあこういうのもね、はい、そのみんながこう仕入れのためにグッズの、ね、仕入れいろんな原材料の仕入れ、ね、燃料仕入れにーってみんな集まってそれで値段が上がっちゃうということも過ぎるのかなと。 思うんですけど、まあ、行動制限、なんか伸びそうじゃんそうなんですよ、どうしまりそう。ワクチンを打った人は OK とかにしてほしいですね。ね、ワクチン打ったら OK とかやってほしいんですけど、もなんかテレビ煽おりまくってんじゃん。そうなんですよ。だからどうなのかなということですよね。不安ですよね。そっちが不安ですよね、むしろね。経済の方が不安だっていう感じなんですけど、まあそういうことで、これね、よくだから並べてね。 企業物価数もこれぐらい言ってるけど、日本もいずれインフレにとか言うんですけど、<laughs> いやそれはね、アメリカの同じで CPI ですよ。はい、消費者物価数が上がってから考えてとそうです、ね、いうことじゃないかな。日本はまだ全然言ってない、ね、日本はまだ全然言ってないですね。はい、でちなみに今韓国はですね、物価すぎ上がってます。<っ>特にね食料品。 7%とか上がってるの。そんなにですかものによっては10倍以上。ええー。うん。で、なんでかなって思ったんですけど、はい、韓国はやっぱあれですね、政策金利、あの、市場最低金利のまま据え置いてるのね。はい、あの、要は、あの、経済のやっぱり停滞を恐れて、はい、で、すごい金融緩和です。あの、韓国にとってはね。あの、日本のだから、あの、バブルの時のような、あの、ね、最低金利を、まあ、キープしてると。はい、で、やっぱり、あの、流行り病のですね、 ええ行動制限、あのやっぱ韓国今あの過去最大になっちゃって増えてますよね。そうそうそう。まあやっぱちょっとロックダウンだけであんのなかなか難しいのかもしれないですけど、でそれであの行動制限結構いくと景気悪くなるでしょ。景気悪くなるのも怖いからということで金融も引き締めができないと、いうことで金融緩和ずっと続けてたらなんかこう食料品にかなりなんかちょっとスポットが当たっちゃって、ええ上がっててね庶民の方は非常に今苦しんでいるという状況。お給料が増えるわけでもないです。お給料増えてないですね。韓国の場合はね、失業率はな相変わらず高いですよね。特に若い人の。 高いのでそんな中ねその不満のはけ口にね、はい、日本が使われないことをねああ ちょっとね,ね,ね困っちゃうなというとこですけどね。はい、はい。まあそんな感じなので、まあ日本もだからこれ高いからといってですね、アメリカと単純比較して何とかってやらないで、企業物価指数とね、CPI 全然違いますから。そうですね。あの価格転嫁して最終的に本当の価格なんで、はい、価格転嫁できないような状態だと企業がまあひたすら収益を削って、場合によってはだから、ね、人を雇うことをやめてしまうようなそうです、ね、展開になると結構最悪なので、はい、まあこの辺もね、ウォッチしていかなきゃいけない。まああの、日本政府のだからやり方しないですよ。そうです、ね、さっきの,のアメリカみたいにもう110兆円気まよくバーンと。はい。ね。もういいです。財源は国債で えか言ってやれば、まあこういうのも吹っ飛ぶんじゃないかな。やってほしいですよね。やってとりあえず三十兆円使いましょうかね。三十兆円ね、使い切ってで使い道ないんだったらね、私にいただければ。そうですよ。はい、私がいくらでも使わせていただきますね。はい。使うのは一瞬ですからね。そうですね。はい、そんなでこんな状況の中ですね、またね。 大変なことが起こりました。忍法の乱再びということでね。忍法ですね。はい。寧波と書いて忍法と読みます。はい、はい。で、これね、世界第3位の、えー、忍法船山港っていうのかな。はい、はい。まあ、要は、寧波船山港がですね、なんと流行り病で、閉鎖になってしまったというニュースなんですよ、はいえー。大きなポートなんですよね。そうなんです。これね、えー、っと、ブルーンバーグに書いてあるんですけど、はいえー、中国コンテナ取り扱い量で世界3位の港を部分閉鎖。 労働者がコロナ感染ということで、はいえー、世界3位のコンテナ取り扱い量を誇る人宝船山港を部分閉鎖したと。えー、同校では労働者1人が、1人ですか 1> 1人が流行り病に感染していた。<え>重要な商船が近づく中で、でに問題を抱えていたサプライチェーンや世界貿易に一層の弾撃となる恐れがあると。 えー、で、同行の発表文によると、システムの混乱のため、はい、えー、梅山って言いいのかな <laughs> まあ、梅に山ですかね。はい、梅山ターミナルでの、はい、えー、入港、出港と、えー、とも、すべてのコンテナサービスを11日から停止。えー、再開の数字があるまで停止を継続と。で、一人が、まあ、あの、要はコロナにかかったっていうふうに言ってるんですけど。二人だけですかはい。で、えっ、ー、と、セキュリティ関連のコンサルティング会社、 ガルッダーワールドの資産によると、閉鎖されたターミナルは、人法船山のコンテナ取り扱い量の25%を占める。えー、サービス停止は、えー、貨物の取り扱いと出荷に深刻な影響を及ぼす可能性があると。で,で、ドイツのコンテナ、えー、船、えー、コンテナ船運航会社の、えー、ハパ ハタックロイドは運行に遅れが生じると通知したということで、やばいですね。ですね。世界第3位が25%ダウン。ね、うん。結構これは大きいかなと思うんですよね。で、忍法っていうのはね、ちなみにね、昔からあの、ちょっとこの、有名なんです。そうなんです。貿易で。はい、忍法っていうとこういうの思いついちゃいますね。忍法そっちじゃないんですけど、<laughs> はい、ええ。あの、忍法の欄っていうのがね、昔ありまして、はい、これね、1500、何年だっけな。えっ、ー、と、1523年。 忍法の乱というのがあって、これな、何かというと、単純に言うとですね、日本の守護大名の細川氏と大内氏が、忍法で大戦争しちゃったの。すごいですね。貿易できる。貿易できるでくって。で、あの、要は、細川氏が、あの、向こうの民のね、役人買収してて、で、で、あの、偽の主因状持って、ダメじゃないですか、銀行ですよ。県民氏でございますっって、後から来たらしいんですよ、大内氏が。 でなん俺、正式なの持ってんのなのでこいつら行くんだってことで、はい、ふざけんじゃねえってことで襲撃しまして、はい、襲撃したら細川氏がですねチャイナの買収してるもんだから、はい、チャイナの関係も味方につけてですね、えー、大内氏に反撃と、ね、いう <laughs> 大変なことが起こりまして、はい、でこれでも忍人法ぐちゃぐちゃになっちゃって、はい、でこれを機にですねあの県民性による貿易って廃れていくのね。 で、あの、まさにこの船山。あの、宗書とかですね、このあの、船山エリア、ちょっと日本から少し離れてるんですけど、そこでですね、密貿易が始まる。そんな。いわゆるこの和光ですね。和光がもうガンガンできて、もうもう関係ねえらしいぞと。もう旬場なんか持ってったって、もうなんか向こうも関係ねえらしいぞ、バイトバイオじゃ。やってられるかっていうことで、もうみんな船出して儲かるもんで。バンバン行っちゃったっていうのはこの仁本のランで。なんですね。そうなんですだから1500年代後半ね、えこれはもうあの、いわゆる和光のですの。 あのまあ、えー、密貿易の時代ということになるわけですよね。はい,いその一時代を作った忍法がですね、はいまあ、未だにこの貿易港としてですね、はいあの言ってるわけですね。当時だから東アジアの貿易の結構、まあ、拠点になってて。はい で、あの、ポルトガルの船とかね。あの、要はね、長期のコーラスペインなんですよ。あの、要はあの、えっと、新大陸からフィリピンまではスペインなんですね。で、そっから先アジアは、あの、ポルトガルなんですよ。そうなんですはい。で、ポルトガル戦がもうガンガン入ってきて、で、もう、あの、当初ね、あの、要はあの、あれです、あの、鎖国令なんですよ。民は基本的に。鎖国なんです鎖国してます。で、許可した人しか貿易できませんっていう感じで、で、許可した人だけは私物を自由一で売ってもいいよっていう感じでやってたんですよ。あの、ま、あえっと、解禁政策ね。鎖国の、え、 告してその解禁すると、はいえー、いうことだったんですけれども、あのそれがですね、えー、のまあ人波のランド前あたりから結構もう勝手に入ってきてやるようになっちゃって。はい <laughs> 勝手に相手やっててでそれもいいよっつって認めたら最後この忍法の欄を起こってそこからぐ、まあ、ちゃぐちゃになるみたいな、ね、まあそういう歴史がね、はい、経済の読み解く日本史の第1巻に詳しく書いてあるので第1巻に書いてある詳しくはそちら読んでいただければと思うんですけど、まあ、その忍法でね、まあ、こういうことが起こったと、はいえー、でチャイナはだからちょっとこれあの抑えきれてなないいんじゃないそうですね本当は一人ではないのかなとか思ってしまいますねワクチン水って噂だしねそうなんですよ、ね、うんで今ねチャイナはねこの、まあ、コンテナの、まあ、あるこの忍法だけじゃない なくて、はい、えー、チャイナ各地でですね今閉鎖が相次いでいると<ー>都市の閉鎖がであのー、なんか労働者が要は工場に行けなくて、はい、工場止まるみたいな展開にもなりつつあるので、はい、チャイナ経済ちょっと思わぬ 危ないですね V 字回復って言われてたんですけど結構厳しいんじゃないかとそうですよねでもともとかワクチンで抑え込んだって感じじゃないんじゃないとちなみにねチャイナのワクチン接種って今ね40%ぐらいですあそんなにいってるんですかもうほとんど日本と変わらないです日本今36%とかでしょでも日本はねそらくね VRS の入力遅れてる人が1割ぐらいいると俺は思ってるのでそうするとねまあいろいろ考えると実質も多分4割いってるかなと2回目終わった人ですよ2回目終わった人入力ベースで37%ぐらい で、おそらく実質ベースで40%ぐらい。で、チャイナはあの水みたいなやつを打った人が40%。<laughs> <laughs> もうちょっと打ち直したいです、ね。ちょっと打ち直したいし、はい、でも今さらファイザーのくださいって言えないでしょそうですね。でしょ、はい、だからまあおそらく閉鎖で対応するのかなと。<laughs> それで今頑張ってるんですかね、うん、そうです。でね、なんか言ってることがなんか立憲民主党と変わらなくて、ゼロにするみたいなこと言ってるの。<laughs> ゼロにするんですかゼロ対応なんですよ。えー、そうするともう締めざるを得ないじゃないですか。はい、だからなんでゼロにするって言ってるかというと、やっぱワクチンの危機が微妙だって分かってんのかもしれないですね。なるほど。はい。えー、ワクチンの危機というよは、チャイナ製ワクチンね。はい、シノバックワクチンの危機がいまいちだっていうようなことが、おそ、はい、らく上,上層部が把握していて、だからこれはロックダウンじゃないと厳しいんじゃねえかみたいな。抑えられないというはいはい。なので、このまあ、あの、コンテナ港のね、閉鎖なさ、序の口で、はい、これから多分すごい、 始まっちゃうかもしれない。いや株も今危ないですかそうですね。あの、結構ほら、南太陽諸国とかで、まあ、ロックダウンっていうかね、鎖国で抑え切ってたところが、もう一人入ったら一気にみたいなパターンあるでしょ。チャイナもだからそういう意味で言うと、厳しいかもね。いや怖いですね。うん。で、その、抑え込めるぐらいに厳しく抑えちゃうと、要はその、ロックダウンみたいなことやっちゃうと、今度は経済止まるでしょ。じゃあ、その、経済回そうと思って緩めると、今度は流行っちゃうでしょ。だから、どっちにしろなんかね、あの、ゼロにするって方針でやると、どっちにしろ経済に悪い影響がありそうだなと、難です。思って見ているんですが、 たしてどうなるかね習近平としてはね、一番辛い時ですね来年、北京オリンピックもありますし、そもそも開けるのって問題もあるんですけどね、こういうところを見ていくと、ね人類が滅ぶ前に習近平が滅ぶ可能性もあるかなと思ってね、本当心配ですね、習近平氏もおじきうつき苦しいということでね、また来週。